東十両十枚目香川県中田の郡琴平町出身小車部屋西方正代西十両12枚目熊本県宇土市出身時津風部屋時津風部屋の正代です。3連勝スタート秋瀬山に一つ敗れましたがそこからまた連勝です。この新十両は竹縄さん、はい、どんな印象をお持ちでしょうか。いやもう本当に新十両らしいというか、まあ、元気に相撲取ってると思いますよね。まあ、右四つあるいはもろ差しが得意とにかく四つ身になればという相撲なんですがさせなくても前への圧力があります。昨日はもろ差しを狙い気味から大道に右を差されたんですが判断よく左手をさっとこう回して上手を引いて出し投げで崩して送り出して勝っています。今日は雨風との対戦です。十両4場所目の雨風正代と雨風初めての対戦です。行司は木村隆男。雨風は上手正代もろ差しを狙う左四つ雨風が寄るあっと足が出たか軍配は正代高尾がさっと見極めました。雨風の左が大きく踏み越していきました。正代が勝って6勝目を挙げました。今日は攻め込まれました。